はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病の治療としてね、抗がん剤をするときはね、点滴で体の中に入れます。抗がん剤の副作用としてね、嘔吐、下痢、発熱、関節痛、筋肉痛といったね、症状がね、障害がね、ありました。まあ、これらは抗がん剤による免疫力の低下が原因でしてね、免疫力がなくなるとですね、不特定多数の人とね、接触ができなくなりますので、面会は基本的に、僕の場合はですね、親と姉と奥さんだけでしたね。まあ、そんな状態まで弱くなります。まあ、弱くなりますので、先ほど挙げました副作用は起こります。まあ、嘔吐、下痢に関してはですね、臓器の粘膜障害です。粘膜障害に関してはね、口内炎、口のね、口内炎も発症します。あと発熱、関節痛、筋肉痛っていうのは、インフルエンザよりもしんどかったです。まあ、僕の場合ですけども、白血病と、ね、診断されてすぐの抗がん剤はね、7日間連続して行われたんですけども、3日目あたりぐらいからですかね、こうだるーくなってきて、ちょっと元気がなくなってきましたね。まあ、4日目から下痢でしょ。で5日目あたりから嘔吐というよりはこう大きい、うーってこう吐きはせえへんかったけど、おいっていう感じで、まあ、我慢できるぐらいのね、大きいでしたね。で7日目が過ぎると発熱、関節痛、筋肉痛がね、徐々に出てきました。で14日目、そこから1週間経った14日目ぐらいまでで、全身がね、痛かったですね。で15日目以降は、落ち着きをちょっと取り戻してですね、食事も完食できるようになってきました。でもそれまですごいしんどくて、やっぱりね、完食、病院食ですけどね、できないほどね、しんどかったです。そして21日目を過ぎたあたりぐらいが、3週間ですね、抗がん剤入れてから3週間経ってぐらいから脱毛をね、毛が抜け落ちるっていう脱毛が始まりました。まばらにこう抜け落ちる髪の毛を見てね、これが抗がん剤の脱毛か的な感じで、こう軽い気持ちで脱毛と向き合ってました。なんでなんでしょうね、やっぱ美容師やからですかね。抗がん剤はね、毛が抜けるというイメージが あったんで、まだかまだかと待っている自分がどっかにいたので、受け入れましたね。大体の人やったら、こう落ち込むよな、チーンってこうなったりするんですけども、そしてですね、28日目、4週目を、ね、過ぎた頃からですかね、心にちょっと余裕が出てくるとですね、徐々に免疫力も回復してくるので、やっとこの他の家族以外の人とも面会ができるようになりましたね。友達とかね、来てくれるようになって、お店の社長とかね、してくれるようになって、すごい嬉しかったです。そんな感じでね、一番最初の抗がん剤というのは、僕の中ではそんな1ヶ月間でしたね。しんどかったですけども、今思えばって感じなんですけどもね、そんなように感じましたね。今ね、初めて抗がん剤を始められた方、患者さんとかやったら、よかったらこの動画でね、そんなもんかっていう感じで、受け入れるのも結構、しんどいですけども、気持ちに心の中はしんどいと思うんですけども、絶対乗り越えれますんで、一緒に共に生きていきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。